1時間半ぐらい。こんにちは、しばらくです。ちょっと はい、これからね、何年かぶりに大塚温泉に行きます。大塚温泉は、ね、皮膚病によく効くというので有名なところでございます。これから向かいます。これね、なんかね、こういうね、本当に温泉があるのかなっていうね、こんな感じのところにあるんです。だからね、ここ入口がね、よくわからなくてね、ちょっと難しいところでございます。主にね、人が、当時のために来ているようなところで、効能がいいっていうんでね、いろんな人がね、ここに来るようになりました。で、ほら、あれ取ってください。あのかすれた、ここ大塚温泉って書いてありますね。こんなところをね、もうあれ書き換えればいいのにね、不思議だよね。全くね、書き換えてないんだよね。新しい看板作ってないんだよね。それでこれ見たらわかるけどさ、こんなところの先に温泉があると思いますか、ね、しかもね、矢印がね、全然ついてない。大塚温泉は左ですよ、右ですよって言ってね、小さな看板でもあればさ、行きやすいんだけど、これね、知ってる人じゃないと、まあ、絶対行けないよね。右か左かわかんないでしょ、これもね。わしは行ったことあるからちゃんとこうやって行けるけど、初めての人はね、やっぱりナビゲーション使わないと、カーナビを使わないと無理だね。それでこうね、村の中に入っていくんですよ、こうやってね。さあ、どっち行くか。わしは分かってるから左。もう迷路。はい、どっち行くか。はい、わしは分かってるから右。ね。はい。あそこはね、まっすぐ行ってもいいし、左から行ってもいいし、今日はね、前はね、まっすぐ行ったけれど、今回は左で行きます。これ左ね。これ左、まっすぐ行ってもいいんだよ。え、左。狭いからね、狭い道を、はい。もうね、あそこに右手に見えてきた、ちょっと茶色っぽい建物が、これが大塚温泉ということで、あ、ここに書いてある、ちゃんと、ほら、大塚温泉入口、天然温泉って書いてあるね、天然温泉、本当に天然温泉だからね、湯治のための温泉宿でございます。はい、ここがね、正面ね、新しくできたんでね。ご主人がね、何億もかけて作ったっていうんでね、新しいね、旅館の方ね、旧館はね、向こうにあるんだけどね、とりあえずね、ここに駐車して、あの正面がね、受付なんですよ。とりあえずね、ここがね、ほら、冷泉の宿って書いてあるね、やっぱりね。で、とりあえずここに止めてから、あっちへ受付へ行きますね。ここに止めてから、ここにね、ずいっと待って、よいしょ、よし。はい、これからね、受付にお金を払いに行きます。なんか観光客の人がいらっしゃいますね。泊まり客かな。こ
このね、綺麗なところね、ここね、すごく綺麗な部屋ですよ。何億もかけて作ったというね、ここのご主人と私は、お知り合いでございますね。あそこが受付でございます。ここの受付がね、超変わってる無人受付ね。無人受付でございます。ここがね、お日帰り入浴400円、子供200円、1時間延長ごと200円、温泉水は有料です。10リッターまで100円、20リッター200円で、ここの中に、2人だから、あ、ちょうどね、ちょうどだ。はい、ここ入れます。じゃじゃじゃね、入れたっていう証拠写真だな。はい、あ、高性能強化カメラ設置って書いてあるね。はい、こっから行きます。ここでちょっとお連れさんをね、待たなきゃ。はい、今ね、社長さんとお会いしまして、一応ね、撮影の許可はもらっておるんですが、お客様がいるときは撮れないということで、その時の状況をね、見計らって、撮るのはよろしいということを今ね、許可いただきまして、これから入っていきます。ここがね、日帰り入浴客の入り口。ここはね、2つあるんですよね。ぬる湯、昔からあるぬる湯とね、新しいね、温泉の方とね。まずはね、新しい温泉の方へ行ってみます。ここにはもしかしたら昔の、湯の仲間がいらっしゃるかもしれません。ここから入っていきます。はい、ここです。ここです。よし、はい、タバコに入れて、ここから、はい、男湯と女湯があって、それで別々で入ります。一応ここでね、一応撮影は切っておきます。はい、78歳スーパーツヤジジイ成田明でございます。今日はね、大塚温泉に来ております。お客さんもいらっしゃるけどね、お客さん取らないからね。あなたはよろしいですか？はい、お、いや、ここいいね。これお湯が素晴らしいね。そうですね、トロトロしてて、はい、ここです。マグネシウムが入ってるかどうかをね、後で調べるけどね、入ってないね、ここはね。だけど皮膚病に効くんだよね、ここはね。いいと言ってますね。皮膚病に効くということで、いろんなところからいっぱいいらっしゃる、はい、ね。こちらも効くかね。僕は心の病に心の病か。あ、それも効くかもわかんない。効きます。でもね、マグネシウムはね、心の病にも効くんですよ。脳とかね、いろん本当に効くんですよ。ね、ねえ、お寺さん。万能薬ですね。万能薬、万能薬。そうそう。一番効くの、マグネシウム。ここに入ってるがいいですね。入ってるだけで。いいよね。入ってるだけで効くっていうのね。いいですね、一番。素晴らしい。温泉はいいね。ね。入っていってください。温泉はいいね。はい、最高です。最高です。お客さん、こちらにいらっしゃいます。ね、うん、いいよ、OK、とりあえずもらえるのに、うん、そうそうそう、うん、じゃあさ、お連れさん、
お相手さん、あの彼にね、なんか音声についてなんか喋ってくれない？声出していいんだよね。うん、何でもいいよ。どうですか、ここの温泉は。こんにちは。1時間半ぐらい。こんにちは。黒楽です。ちょっと。大丈夫です。足りないです。それぐらいでいいかな。はい、OK。湯船のね、端のところに、この赤い矢印のところに、湧き水がね、出ていてね、きれいな湧き水でね、こんな感じ。ね。ここにね、お客さんがね、ハエたたきでアブを落として、ここの水面にね、アブをこんな風にね、ポトッとね、落とす。そしたら、イワナがすぐ来るかなと思ったら、なかなかね、イワナはね、用心深くて、ほら、ここにちょっとね、今スローモーで流してますが、いるでしょう、ここにね、矢印のところね。で、ここまでは来るけれど、ここでストップ。ほら、右の方にアブが浮いてますよね。これでしばらくね、待ってたけど、なかなか来ないんで、さて、お客さんが、ね、どうしたか。なかなか食いついてこない。それでお客さんがね、箸を持ってきてね、この箸もね、ちゃんと用意してあるんですよ。アブをね、つまんでここに水面に落とすためにちゃんと箸は用意してあります。これでアブを捕まえて、岩穴のそばに持って行きました。喋りもゆっくりするか。岩穴のそばに持って行きましたなんちゃってね、バカみたいなことやってるね、わしね。はい、それでポトンと落としました。はい、そこにありますね。すると、はいはい、来た。はい、するとパクパク、あれまだか。うい、来た。うい、パク、今来た。パクッとね、よく見えないけどね、波紋でよくわかるんですけど、もう一回、ほら、これ食った瞬間ストップ。はい、パク、これが食った瞬間ね。これ面白いよね。ほら、こんな感じでね。だからここのアブはね、お客さんが捕まえてはここにね落として、まあお客さんのね一つの楽しみなんだね、これね。実はね、映ってなかったけれど、他に女性がもう一人いました。男性が4人、みんな和気あいあい、いい湯です。大塚温泉最高です。